で、まあ、パート3、になるんですけども、とかアイドルみたいなもので、あの好みが出てくるんですよ。私この神様結構好きだなと、まあね、この辺がまあ有名な、まあ、五大弁財天とかって言われる、弁財天が祀られてる神社なんですけど、はいどうもチャンネルアリオです。今日はですね、使命に気づき始めた人の初期症状っていうのの続編ですね。これでまあパート3、になるんですけども、まあね、前回の動画ではこの日本のですね、こう神様のこう歴史がまあ気になり出すということで、こう神様を調べ出すっていうのが前回だったんですけども、その後ですね、どうこう使命に気づき始めた人の動きとしてどんなのがまあ傾向としてあるかと言いますと、実はですね、その神様いろんなとこ調べるんで、言ってみたら漫画のキャラクターとかアイドルみたいなもので、好みが出てくるんですよ。私この神様結構好きだなと、まあ、こう例えば背景を知ってるわけなので、この神様は、こんな神様だ、例えば、まあ、芸能の神様だとか、例えば、田んぼの神様だとか、いろいろあるわけなんですね。でそれで好みが出てきます、はい、でどうなるかって言いますと、そのちょっと好きだな、気になるなっていう神様が祀られている神社にばっかり行くようになるんですよ。例えばそうですね、例えばですけど、まあ、弁財天ですね、弁財天が祀られている神社ばっかりを回ろうとする、弁財天で有名なところって言いますと、ですね、江ノ島とかですね、あとは、金華山とか、琵琶湖の中の竹生島とか、いろんなところ、天川弁財天、奈良の方にもありますね。でそして厳島神社も弁財天ですね。この辺がまあ有名な、まあ、五大弁財天とかって言われる、弁財天が祀られている神社なんですけど、この辺はですね、その神社ばっかりをこう回ると、神様に特化するんですね。その神様に特化してその祀られている神様の神社を回るという傾向が出てきます、はい、でそれでどうなるかっていうと、この後ろのバックの大きな流れではですね、その神様との縁がこうつながれていくんですよ。でそこでですね、また新たな動きが出てくるわけなんですけども、それはまた次の段階ということで、次の動画でまたお話ししたいと思います。なので、次ね、使命に気づき始めた人の初期症状、ステップ3としては、好きな神様、気になる神様の神社ばっかりを回り出して、そこの神様たちと縁をつなぎ出すという流れを取る傾向がありますので、どうですかね、あなたも神社結構回ってらっしゃる方もいらっしゃるし、そうじゃない方もいらっしゃると思うんですけども、気づき始めると、まあ、そんなような動きを取る傾向が非常に、強いと、いうことが言えるんじゃないかなと思いますので、また参考にしていただければと思います。はい、ということでチャネラーリュウでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと、不動明のパワー付き画像と、私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか、詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。